ちょっと伸びると思います。4月に佐賀県知事の同意、そして昨年には3、4号機の再稼働がなされてしまいました。しかし私たちは、ひどいっていうのしかないんですけど、本当に今の司法はいろんなところの判断を見るといいふうにやってくれないだろうなって思っていましたけど、本当に弱い人の立場、そして小さい声を聞こうとしてないなというふうに思います。今回のこの決定を見ますとですね、他のいろいろいくつか の, 決定や判決がございますけれども、まあそれを踏襲しただけの決定になってて、中身について、具体的にもっとこの問題について本当に安全なのかどうかというような審議をした形跡はないということで、極めて不当な決定と言わざるを得ません。